DJ 太郎がお届けです。 J-WAVE Hello World。 ここからはサイバーラボのお時間です。今週は5月のワウワウ映画無料放送で Enjoy。 いやー、 Enjoy ってラジオでテレビのお話してるってすごいですね。 Enjoy。 いいんです。いや、5月の週末は皆さん映画の名作を楽しんでいただきたい。ワウワウではノンスクランブルで加入者でなくてもですね、誰でも名作映画を楽しめる企画を行っております。そこで今週は5月のワウワウ映画無料放送にフォーカスです。加入者限定の放送も合わせてプログラムをご紹介しています。まずは5月24日土曜日夜7時半から放送されるのは映画コラテラルダメージ。テロリストによって愛する妻と子供の命を奪われた一人の消防士が国家の利益のために犯人を捕まえようとしない政府の代わりに一人で巨大な敵に立ち向かっていくというアクションスペクタクル。アーノルド・シュワルツェネッガー、決して無敵のヒーローではない等身大の人間として必死の戦いを繰り広げます。テロへの怒りを主題にしながらもテロリストが生まれた背景や大国アメリカの横暴をも描き、いろんな意味でちょっとこれ考えさせられる作品です。コラテラルダメージ、5月24日土曜日夜7時30分からぜひワウワウでお楽しみください。そして5月のワウワウですが、加入者限定でも注目作品があります。ノンフィクションが好きなあなたにはワウワウオリジナルドキュメンタリーノンフィクション W がおすすめ。5月16日月曜夜10時から一人の音楽家にフォーカスしたドキュメンタリー、映像とともにある音楽、劇版作曲家菅野祐吾、モズにかけた魔法が放送となります。映画音楽の世界で注目を集めるヒットメーカー菅野祐吾、若干36歳にして映画スペシャル野望編革命編や NHK 大河ドラマ、あ、失礼いたしました、 SP 野望編革命編、そして NHK 大河ドラマ軍師官兵衛のテーマ曲を手掛ける作曲家、音楽プロデューサーでいらっしゃいます。菅野さんが取り組む音楽制作の過程に密着し、映像と音楽の世界を掘り下げていくドキュメンタリーは必見です。ワウワウに加入してぜひチェックしてください。以上サイバーラボのコーナーでした。明日もどうぞお楽しみに。ごめんね。So that people. ジェイミーのとこ見てます。今日の話はあんまり関係なさそうだけど聞く。子供いないと関係ない、そういうことですよね。わかる。Oh yeah.久々にジェイミーに書き込みしてみた。
わうわう土曜の無料放送無料1本だけ、いや知らん土曜だからあれじゃないの、その日一日あれだと思うよ確か24時間とかですか、そこまではまた知らないんだなやっぴんぱーあーのI know. Yeah, baby. Oh yeah! Oh yeah! お送りした曲はタロメンドソングです。Recap のナンバーで I'm Corrupt でした。J-Wave Hello World!、今夜はキッズハローワールドです。パパママリスナーにおすすめ親子で行きたいスポットトレンドご紹介です、休日お子さんと街を歩くときに皆さん一番結構大変なのが食事をする場所だと言います。お子さんには安全な食事を食べさせたい、すべてにこだわったレストランへ行ってもお子さんが騒いでしまって他のお客さんに迷惑をかけてしまう、いろんな悩みから安心して食事ができる場所ってのは結構少ないんですよね。子供連れてっていいですかとかっていうそういう電話の問い合わせとかもね結構お店には多かったりするみたいなんですけど、そのすべてを叶えてくれるのがこちらのレストランです。親子カフェイルソーレ、杉並区上北沢にあります親子で訪れることができるカフェレストラン。シェフの辻正弘さんはホテル西洋銀座で腕を磨いた方でいらっしゃいます。親子で訪れたいカフェ、どういう場所なんでしょうか。辻さんにお話をお伺いしました。どうぞ。当店は子どもの遊ぶスペースのあるレストランです。お子様を遊ばせながら、お子様も飽きずに大人様はレストランの料理が食べられるというお店になっております。自分自身も子育て世代で子供を連れて食べに行くということがなかなかできなくて、行ったとしてもやはりちょっと気を使ってしまう感じなので、こういうお店があったらいいなと思うものを全て形にしたものです。お母様方がまず妊娠をして、出産をして、そのお子様が一人で食べられるようになるまでお母さんたちはやはりあったかいご飯をゆっくり食べるということはないと僕も子育ての時思ったので、それを少しでも実現できるように、また外で食事をしてもおむつを持って帰ったりとか哺乳瓶を持ってきたりとかミルク持ってかなきゃいけない、離乳食持ってかなきゃいけないというのをできる限り、負担を減らして当店に来れば、できる限りのものが揃っているというような、状況を作っております。料理に関しましては全て原材料以外は手作りで仕込んでおります。例えば、生パスタもそうですし、ピッツァの生地もパンも自家製で天然酵母で焼いております。でデザートアイスクリームに至るまで1から10まで全て手作りでやっています。でそのおかげでですね、料理の中に入っている食材がすべて把握できるので、アレルギーにも対応させていただいております。やはり偽装問題とか、いろいろ取り沙汰されているんですけども、ちゃんと一から作ればすべて入っているものが分かる、混入の恐れはあるにせよ使っている食材が分かるということで、やはりこのアレルギーの世界をもっとしっかり変えて、アレルギーだから美味しくないとかアレルギーだから物足りないというような、例えば味だったりとかそういうものをアレルギーじゃない人たちが羨ましがるような、食事を提供していきたいなというふうに思っています。ね、お子さんを持つ、ね、親御さん、こう全てに大切な要素がもう含まれてますよね。自分の中でもよく、ね、飲食店行ってあるのは、お子さんお腹が空いてる間はいいんですよ。ただこうやっぱり食べ終わってお父さんお母さん一生懸命食べさせてて、でもうお腹いっぱいになってきたから、じゃあ今度僕たち食べようかなっていう時に、お子さんやっぱ動きたいわけですよね。もうずっと席に座ってらんなくて、で近くに同い年のお子さんみたいなのがいようもんならですね、なんとなくチラチラとそっちを見てですね、もうなんかこう心の交流がそこで始まってるんですよね。もう席立てれば僕たち遊べるのにみたいな感じでじりじりと前を詰めて、親の目を盗んだ瞬間にダーッと走り出すみたいなね、その瞬間にお店の人とぶつかって転んでビエーンって泣き出すみたいな、そういう光景とかね、もう我慢できなかったりとかもしょうがないんですよね、それはね。はい、
まあ、そういった、お子さんがいてもですね、子どもさんを、まあ、遊ばせるスペースがあって、ね、自由な時間をお父さんお母さん持つことができると。で、料理はもちろん今お話にあった自家製の天然酵母パンなどすべて手作り、ね、栄養のバランスも考えられたものが提供されております。そしてやっぱ近代すごく多いんですね、このアレルギーを持つお子さんっていうのがね、対応のメニューもいろいろあります。おにぎり3つにハンバーグ、野菜、果物がセットされたバランス満点のメニュー、パパママ向けのランチは1500円です、ね、プレイルームもあって、あと授乳室も完備されております。キッズプレートは500円、夜はママの女子会プランというのもありましてですね、お子さんたちもギャーギャー遊んで、それに負けないぐらいはもうお母さんたちもギャーギャー、もうなんか、まあ、聞いてよ、うちの亭主なんてねみたいなってやってても大丈夫みたいなね、お母さんにもそういう時間きっと必要ですよね。友達のあのお子さんいる家とご飯食べに行くと結局最後僕はお子さんと遊んでますけど親盛り上がって、いや俺もセクション的には大人なんだけどなと思いつつ、子供を遊ばせてる側に回ってますね。面白いですね、久々に、あ、これリロードかけないといかないのかってこと？あ、どうなんだね、ジェイミーってリロードかけないといかないんだ、なるほど。都内はこんな素敵なお店があっていいな、田舎はガストがせいぜい。すごいですね、この今日の番組スタッフの中に子供いる人が誰もいないっていうね。そうですね、ミキサーさんもいないよね、分かんないけどね。どうでしょうかね。え、なんでそんなことまで知ってんだよ。めっちゃ仲良くても知らなかったりするだろそれ。知っていた。
すげえな、そこ大勢オカピーからそんなに鉄板で帰ってくると思わなかった。オカピーさんいじってる場合じゃないや。いや、いじってる場合でしょ。お送りした曲はムームーのナンバーでジュエルでした。ジョイブハローワールド、今夜はキッズハローワールド。パパママリスナーにおすすめする親子で訪れたいスポットやトレンドご紹介です。続いてはキッズのファッションです。子供服、下手すると大人服より高いっていうかね、可愛いお洋服もいっぱいあるわけなんですけど、今子供服のですねセレクトショップが都内続々とオープンしています。中でも話題なのがこちらです。表参道ヒルズキッズの森。これどうしてそんなに外国の方みたいな発音なのって思う方はですね、キッズの森がなんかローマ字表現ですね。キッズの森となっております。表参道ヒルズですね。大人向けのショップが並んでいるイメージを持つ方多いと思いますが、実は地下2階に子ども向けのコーナーがあるんです。その名もキッズの森、普通に言いましょうね、キッズの森。で、200以上のブランドを取り揃えたセレクトショップですとか、ベビーカーのお店、インポートアイテムなどが並ぶゾーンなんですね。今回は今年3月にオープンしたばかり、キッズファッションの人気ショップ、リボンハッカキッズにお邪魔しました。どんなお店なんでしょう。そして今年の夏のキッズファッションのトレンドもお伺いします。高堂恵里さん、お願いします。表参道ヒルズにあるキッズの森は、高感度のキッズショップが入っているフロアとなっております。日本全国に展開しておりますハッカキッズのコンセプトショップとして、アニバーサリーをテーマに子どもの感受性を高め、節目に心に残る贈り物やギフトから始まるコミュニケーションの提案をいたします。商品は国内外問わずデザイン性、機能性の高いものから遊び心のあるキッズのものまで幅広く取り揃えます。今年のトレンドは初夏のお出かけスタイルと題しまして、フレッシュカラーで少し甘さを抑えたシンプルガーリーな雰囲気たっぷりなスタイルを提案いたします。中でも夏らしいパイナップルのプリントのブラウスやワンピースは人気のアイテムとなっております。男の子のファッションはジャングルジャングルをテーマに、ジャングルの森、植物、動物たちのちょっと怖くて楽しいデザインのお洋服が登場します。かわいいですね。まあいろんなタイプの子供服ありますよね。もうお父さんとペアルックになってるみたいなね、デザインとか、あんまり子供してなくて、非常になんかもう普通に大人っぽいスタイルになってる子供服とか、あれお子さんが着てるが可愛かったりとかするんですけど、僕はお子さんはちょっとこういう子供らしいテイストが入ってる方がなんか可愛いなと思いますね。今のチェックのね、ちょっと柄の大きなギンガムチェックにパイナップルのプリントがされてるのかわいいですね。パイナポーな、そして、男の子の方はちょっとこうなんかちょっと小学生が描いたみたいなゾウさんっぽいっていうかね、なんかちょっとほんわかするね、大好きな動物がプリントされててね、着てるお子さんもこういうのだとなんか着せられてるっていう感じじゃなくて、やっぱこう自分でね好きなのを選べたりとかって、やっぱ関心のあるものにってね、いいじゃないですか。このキッズの森、ベビールームにはベビーベッド、おむつの自動販売機なんてのもあるんですね。表参道へ訪れた親子連れで、こちらもいつもにぎわっております。すげえ子供っぽいよねこれ。すっごいなんかもう雰囲気バッチリの曲だよね。自分の好きなスタイルを変えずにそういうの持ってきたねこれね。ちょっと月尾さんの打ち合わせに。はい。俺も今日ディスコだけど子供っぽいの持ってきましたよね。妄想家族ですかっていう。まだ家族になろうよが聞こえてくるみたいな。
全然いじれるほどないけどね。寺坂君も1個しか入れてくれてないし、全然ないよ。まあ、じゃあまあ、1つ2つぐらい。ちょっと大至急、僕が読めそうな、ちょっとお子さん連れてくのに、ここがいいよ的な場所があったら、大至急送ってください。今、読めそうなやつが本当1つぐらいしかないですね、そういう意味では。あ、もう一個あった。あ、いくつ、なんかいくつか。トン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 。大至急送って、大至急。あ、ここいいね。ちょっと今来たやつの中で、お子さんがいる人はこの時間聞いてる場合じゃないとみたいな。いや、もう寝てるでしょ、だってお子さんね。一息ついてちょうどゆっくりするぐらい。そうですよ。何言うてますのって。なんかほんわか公園に行きたくなるようなそんな曲です。ベンジャミン・フランシス・ラッウィッチのナンバーでシャイン・キーゴ・リミックスをお届けいたしました。今夜はキッズハローワールド、パパママリスナーにおすすめする親子で行ってみたいスポットをいろいろとご紹介してるんですけどね、皆さんからはですね、ぶっちゃけあんま来てないね、来てないんですけど、お子さんがいる人はこの時間聞いてる場合じゃないと見たとかって、そういう、そんなことないですよね。もうお子さん寝かしてちょっと逆にのんびりできるね、独身貴族なんで今日は参加できませんっていう人もいるんですけど、いやいや、いい場所知ってたら聞いてる方に教えてあげてください。多分ね、お父さんお母さん外連れてて、そういう場所、あ、ここいいかなとかってのあっても、意外ともう本当に お子さんにこう気持ちを向けてるから、そばにあっても見れてないとこいっぱいあると思うんですよね。あ、こういうところだったらいいんじゃないかなと思うとこあったら、そういう周りだと思いますけど、少ないながらいくつか来てます。お子様連れにおすすめ、足立区西新井にあるギャラクシティ、名前がいいですね。ギャラクシティ見てみますと、あ、クライミングジュニア講座、これはなんか壁登れるんですね。いいですね。なんていうんだっけ、あれ、ボルダリングですね。ボルダリングできる、親子でプレ給食体験とかね、お子さんと遊べるようになってる。なんかね、建物全体がすっごいでかいプレイランドみたいな感じになって、これきっとお子さん楽しいんでしょうね。なんか屋上がアスレチックみたいになったり、もう面白い、こういうとこあるんですね。ありがとうございます、ギャラクシティ。そしてもう一つ、お子様連れにおすすめ、東武博物館です。休憩場所で持ち込みランチが食べられます。東京スカイツリーラインの東向島駅の下にあるので移動も楽です。ちなみに今2つご紹介した方、同一人物の方でございます。たくさんネタお持ちってことですよね。やっぱ男の子とか乗り物好きですからね、電車、飛行機、車ね、大好きな。だからあれですよね、車屋さんとかに連れてってあげるのもいいですよね。お父さんそろそろ車を買いたいなと思って、お母さんがあまり乗り気じゃないなと思っても、息子が満たそうだからっつってね、欲しい車屋にちょっと連れてってみるっていうね、お子さんが意外とこれいいとかって言うと、お母さんもちょっとじゃあしょうがないからよしとしてあげようかな。友蔵さん、何年か前に立ち寄ったタリーズ梶ヶ谷店、梶ヶ谷って申しますと、あれですか、神奈川県の
ですかね、かじがや、何線だかちょっと僕分かんないんですけど、多摩川渡ってちょっと行った溝の口のちょい先のかじがやですね。昔あのニュータンタンのラーメン屋が、まあそういう話になる、かじがやでございます。かじがやの何、お子様が遊べるちょっとしたキッズスペースがあった、町と共存してるなって思いましたっていうね。そうですね、まあもちろんあのお店の店舗スペースにもよるんでしょうけどね、ちょっとこうお子さんが遊べるスペースがあるといいですよね。そうすると親御さんは少しのんびりできるっていうところもあると思います。はい、引き続き皆さんのちょっとねこういうおすすめ、お子さんこういうとこ連れてくと非常にいいよってね、お父さんお母さんもリラックスできるよっていう、そういう場所あったらぜひ教えていただきたいと思います。ヒルズでもまだやってるんですかね、なんかあのお子さんとお母さんが映画見る真っ昼間とかなんかやってるんですよね。お子さんどんなに映画見ながら騒いでもみんなそういうあのお子さん連れのお母さんたちばっかりだから大丈夫みたいなね。確か東方シネマズ六本木ヒルズでもそういう、ママさん上映会わかんない、調べて、あのリンク教えてツイートでお願いいたします。はい、引き続きあったらぜひ教えてください。ハッシュタグは HW813 でお待ちしております。 JWAVE Hello World、 ここでニュースルームの庄司さんにニュースとお天気を伝えていただきます。お願いします。はい、庄司さんどうもありがとうございました。この後は曜日別でアーティストが共通のテーマに合わせて選曲する Music Unlimited 東京バガボンド、水曜日はジュジュさんご登場。こんなのあるんだ、知らなかった。すごいな、Let it go, let it go。
かな。これは嘘か。
よくこんなの気づく気づいたね。いやいやこんなのこのぐらい全然いいですけど、これをそのまま言っちゃうようじゃダメですね。DJ を。いやでも今日肉三元は美味しかったけどやっぱ。そんなに複数主催で食ってないからね。太るわそれは。気をつけんと。せっかく落ちてんの落としてんのに。ゲストさん入られます。よろしくお願いします。すいませんお願いします。竹田です。お願いします。お願いします。どうぞ。ここでいいですか。はい、座ってください。はい、はい、あ、すいません、ありがとうございます。ここもあのネットでは流れておりますので、はいはい、クリパイプ。今日この後も今ゲストさんが入られました。ベビーサインについてお伺いするということでございます。大丈夫ですか。置いてみましょうか。はい、大丈夫です。こちらでも大丈夫です。すごいな、この人足立区のおすすめスポットをたくさん教えてくれている。もうほとんどおすすめスポットこの人しか教えてくれてない今。どの辺ですか。足立区。足立区のですね、さっき西新井のギャラクシティ。あ、いいですよ。あそこなんか全体がね、はい、なんかボルダリングとか、はい、アスレチック最高にいいですあそこ。濃くなってる、はい、やっぱそうなんですね。東京学芸大学が監修してるから。ああそうなんだ。地域にもいいし。へえ、あ、すごいネタ持ってるわこの人。でもほとんど足立区です。行きたいな。でも足立区に密集してるのかもしれないですね。あ、かもしれない、ね、区が子育てに行くなのかもしれないですね。あ、なるほど。やっぱそういうあれですよね、市町村、まあ、区市町村、はい、行政とかね、やっぱそういうとこをこうもっと乗り出していろんなの作ってほしいですもんね。いや本当ですね。自治体で。すごい。みんなも送りなさい。足立区近辺ネタばかりですみません。いいんです、足立区最高。いいんです、足立区最高とか。足立区いいですよ、ね、足立区好きですよ僕も。鹿浜にね、スタミナ園とか、また肉の、また肉かいみたいな。スタミナ園行ってみたいな。並びますけど美味しいですね。やっぱ相当美味しいんですか。いや美味しいですよ。なんか一巡目にこう早い時間並ばないと、二巡目になるともう変な話、2、3時間待つことになりますけど、はい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 、美味しいですね。スタミナ園テレビでしか見たことないですね。ですね、よくそうやってますよね。お送りした曲はクリープハイプで寝癖でした。寝癖じゃないんですけど、風が吹いたから今日スーパーサイヤ人みたいに髪の毛がポカファーッとしてます。 DJ 太郎がお届け J-WAVE ハローワールド。今夜はキッズハローワールドです。パパママリスナーにおすすめする親子で訪れたいスポットやトレンドをご紹介。続いてこちらのトレンドをご紹介します。ベビーサイン。皆さんベビーサインというですねキーワードご存知でしょうか。ベビーサインはパパママとまだお話ができない赤ちゃんと、まあ、すぐに会話ができるというサインなんですね。ではここからはですね、日本人男性初のベビーサインアドバイザーにご登場いただきましょう。タケトさんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こんばんは。タケトさんは、はい、芸人さんでいらっしゃって、はい、そうなんですよ、ピン芸人さんでいらっしゃいまして、もともとはトリオでですね活躍された B コースの一員でいらっしゃいましたと、ね、そうなんですよね、はい、で現在はピンで活動されているということなんですけど、はい、で昨年このベビーサインのアドバイザー
に認定され、はい、現在は芸人活動の傍らベビーサインの教室も開いてらっしゃる。そうなんですよ。ベビーサインパパアドバイザーっていうね、日本人男性第1号の資格をベビーサインパパアドバイザー、はい、一番最初の、ね、そうなんですよ、資格を取りになって、こうベビーサインってどういうものなのかちょっと詳しく教えてもらってもいいですか。まあ、先ほどもちょっと説明していただいたんですけど、はい、まだ喋れない赤ちゃんと、まあ、2歳ぐらいまでの手話やジェスチャーを使ってコミュニケーションを取るっていう育児法なんですけども、はい、うん、これはね本当ね、育児がちょっとね楽になったり楽しくなると思うんで、皆さんやっていただきたいんですけども、うん、ね、やっぱりね喋れない赤ちゃん、はい、一番困るのがなんで泣いてるかの理由がわからない、わかんないってね、おっぱいが欲しいのか、はい、熱があるのか、おむつが濡れてるのか、それを赤ちゃんがサイン出してくれて分かるっていうね。あ、実はそう、いろいろ出してるわけなんですね。そう、まあ、こっちは教えるんですけども、あ、教えてそれを覚えてくれるっていう、はい、そうなんですよ。なるほど。でもまあ勉強じゃないんで、こう話しかけるときにそのサインをしながら話しかけたら、それを自然と赤ちゃんがやってくれるようになるんで、わ、すごい、ちゃんとそれを覚えてくれると。そうなんですよ。これはパパにいいですよね。パパにいいです、本当にね。本当にね、僕も嫁に離乳食あげといてとか言われた時に、どのぐらいの量あげといたらいいのか分かんなかった時に、うんうん、子供がねもっと欲しいっていうサインとか出してくれるんで、あ、もっとあげていいんだとか。それはパパの、はい、お留守番してね、たまにはあの奥さんの機嫌を取って、はい、今日は僕は面倒見るから出かけていいよと、はい、で世のお父さんも大体ですね、子供が泣くと、はい、まずあのお腹が減ったと思って、そうですね、すぐミルクをあげるけど、実はそうじゃない時が多々あるみたいな。そうなんですよ。それよく聞きますよ。それあるんですよ、あとね2歳までの子供が何を思ってるかっていうのが分かるっていうのが、例えばねうちの子だったら11ヶ月の時に魚っていうサインを出せたんですよ、はい、まあ、手をね魚が泳いでるみたいにこう動かすサインなんですけど、これね例えばテレビを見ても魚ってやりだして、うん、絵本の魚を見ても魚ってやりだして、もう、あ、11ヶ月で実写と絵本が魚って分かってるんだ、意識ができてると、できてるんだ、これすごいなと思ってたら、スーパーの鮮魚売り場に行って刺身を見ても魚ってやったんですよ。うわ、もうだから完璧分かってる。お父さんとお母さんが今日夕飯魚にしようかとかいうのを聞いてって、魚っていうのを分かったんですよね。頭の中でどんどんこう認識が連鎖的につながっていくんですね。で2歳まででここまで分かってるっていうのがすごい。そういうのがないと喋、はい、ってないイコール分かんないって気がするけど、はい、実は違う。そうなんですよ。でベビーサインをやってる他のお父さんから聞いたエピソードなんですけど、はい、赤ちゃんっていうサインと雨っていうねサインをできるお子さんがいて、外に出てった時にこう雨が降ってて雨っていうサインをしたらしいんですよね、その子が、でその後に赤ちゃんっていうサインをしたらしいんですけど、赤ちゃんどこにもいなかったらしいんですよ、はい、で雨見たら小雨だったらしいんですよ。だから小雨を雨の赤ちゃんって、なんで子供ってこんなメルヘンなこと思ってるわけですよ、2歳までね。これは大人になるとそういう風に思えなくなりますからね。そうなんですよ。これを、あ、こんなこと思ってんだって知るだけでも育児が楽しくなるんで、皆さんぜひやっていただきたいなっていう、ね、はい、武人さんがでもベビーサイン始めたのは、はい、何がきっかけだったんですか。これがね、はい、あの恥ずかしい話なんですけど、出産立ち会った時に男って何もできないんだって思って、自分はね、そう、これはもう子供が生まれてからはもうなんとか嫁を超えるポイント稼ぎしなきゃと思って、うんうん、まず一番恥ずかしい話、嫁のね8ヶ月検診行ったんですよ、はい、でエコー検査で子供のね心臓の音初めて聞いた時に、はい、お父さんになるんだっていう現実が襲ってきて、そこで倒れちゃったんです俺。ちょっと待ってください、出産に立ち会ったじゃなくて、その前のエコー検査で子供の心音聞いたらその音が迫ってきて、その場で倒れちゃって床にちゃんとねバクバク言ってるわけでしょ。そうなんですよ。そんでもううっすらとした記憶のね中で先生の声もちょっと小声に聞こえてきたんですけど、先生がね嫁怒ってたんですよ、こうなるお父さん意外といるから、このぐらいで旦那のこと責めちゃダメですよって。あ、意外といるんですか。 そうなんですよ。だからなんかね、あの出産の不安とか産後うつとかで奥さん側の問題って結構世間に出てるけど、はい、お父さん側の問題って結構あるんですよ実はあまりねそんなに大きく、はい、よくね、だから、うん、倒れちゃう人も結構いるんだと思って。実はそうなんですよね、え、だから子供より手がかかるお父さんになっちゃう、その時点で。だから子供が生まれてからはどんどん俺頑張ろうと、うんうん、嫁よか上に立とうということで、ポイント稼ぎのためにも、なるほどね、なんとか資格を取れないかなということ で、育児系の資格をですね、僕取り出してこの前も取ったんですけど、全部で6個持ってるんですよ。すごい、そんなにあるんですか育児系の資格。まあベビーサインパパアドバイザーですか、はい、今日言ってる、あとですねベビーダンスアドバイザーっていう資格、ダンス、これはですね日本人第一号です。素晴らしい、はい、
こう寝かしつけにぴったりという赤ちゃんを抱っこしながら寝かすんですけど、なるほどなるほど。これね、出産してないとかパパママじゃない人も聞いてる方多いと思うんですけども、多いです、はい、なんかね夜中にお母さんが赤ちゃんを抱っこして歩いてるのとか見たりする時あるじゃないですか、うんうん、でなんでこんな深夜子供連れて歩いてる、あれって子供ができてから分かったんですけど、子供が寝れないですよ家の中だと。お母さんが動いてたりしないと、あとなんかそういうなんか空気感みたいな必要だってことなんですね。あと電車の音とかを聞かせないと寝れないとか、だから外歩いてるんですよ。なるほど。そういうママのためにぴったりベビーダンス、寝かしつけにぴったりなんですよ。すごい、もう次のゲストの話までいきますか、ね、これね次回これキッズやるときすごいエンディングじゃないのにもうまだ冒頭のトークでもう次回じゃあ今日ここがね吉本の芸人のところですね自分をゴリゴリに売り込むで、ね、まずはでも今日はじゃあ、まあ、ベビーサインですよ、ベビーサイン、まずはね、今ダンスって言われたらベビーサインから今日は行きたいと思います、はい、じゃあ曲を挟んでですね、はい、武人さんにベビーサインの簡単な動きを教えていただきます、はい、はい、お願いしますいやでも魚の話は面白いこれでも本当こう思ってんだって知れてよかったです ね。そう考えると実はもっと意思の疎通ってもっとお子さんちっちゃい時から実は本当はできてんだな、それはお父さんもお母さんも嬉しいでしょうね。だからお父さんとお母さんが子供の前で喧嘩したら本当ダメだと思うんですよ。わかりますよね、何を思ってるか知ってますから、うん、何を喋ってるかも分かってるんで、分かってるんですよね。分かってないと思って言ってますけど、そうなんですよ、分かってるわけですね、分かってるんですよ。だからあれですよ、あのお母さんにね怒られてるお父さんの目を見て、はい、魚ってやったりとかね目が泳いでるみたいなね、なんで、ね、なんで俺が怒られてる時に子供怖えんだろうみたいなね、はい、目が泳いでるなんて。だから夫婦喧嘩してる時とかによく子供が間に入ってくるとか言うじゃないですか、うん、パパやめてとかいう感じで、あれ分かって理解してるんですよ、うん、なるほどね。だからまだ喋れないだけで、この喉と口が発達してないだけで筋肉が分かってるんで、うん、喧嘩やめなきゃなって、喧嘩やめなきゃなって、いやいやいや思ってるよりちっちゃい時からいろんなこと感じてますよ、ね、で嫁と子供の前では喧嘩やめようって話して、そうしたら嫁がメールで喧嘩するようになったんですよ俺とねやめてますねって言ってんのに、その笑顔のままでピッつってトイレ行ったなと思ったらメールになって長文のメール来るんですよあのさみたいなで、男たるものこれはもうかっこよく謝んなきゃということで、うん、ごめん俺が悪かったって短く返したら、なんで長文の後こんな短いメールだろうな、ね、これは難しいですね何を求められてるのかまずそこからまず入らないと、ね、そうなんですよね。今度はあのベビーサインじゃなくて、はい、あのママサイン的な、そうですね、これは何ですか、あの出してるんじゃなくてもう読み取るママの仕草で、ママの仕草でこれ怒ってるぞと、そうそうそう、この時間に友達に電話してる時っていうのは結構実は機嫌がいいのか悪いのかとか分からないですけど、生活パターンの中からね、それ分かったらいいですね、ある程度、嫁のね外食で食べたいもの分かったらいいですよね。いいですね。私何でもいいって言いながら自分の中に答え持ってるじゃないですか。あ、分かる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 、それ、ね、それで喧嘩になるじゃないですかいやいいよ別にいいけどね、はい、みたいな感じで、ね、パスタはいいよ別にいいけどなんか違うんだよねみたいな、だったら言えやと思うけど、ね、そのママサイン出しててくれれば、はい、そういうね最高ですよね、ま、今度ママサインっていうのもね、あ、それ開発して2人で開発して面白いかもしれないです ねで、なんとなく機嫌悪そうだなっていうサインが見えてたら、はい、やたら子供の面倒見たり、はい、いち早くゴミ捨てに行ったりとかなんかいいです ね、こんななんか寒いのに、はい、ありがとうね、うん大丈夫だよ、できることあって言ってないみたいな、そういうちょっとなんか拍子抜けさせるっていうかね、はい、あのそれいいですね、怒ってた気分を和らげるみたいな、日本は幸せになりますしね、日本幸せになりますね、それパパもちょっとそういうコツを覚えとけば、はい、ね、ママに怒られないみたいな、それいいじゃないですかね、うん、そういうDANCE Justice のナンバーをお届けいたしました。 Hello World、 今夜はキッズハローワールド、パパママリスナーにおすすめ親子でね訪れたいスポットやいろんなトレンドをご紹介しておりますが、ゲストは日本人男性初のベビーサインアドバイザー武人さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどもね、はい、お子さんが魚って認識すると、はい、
水族館に行ってもどこか旅に行ってても、そうですね。ね、夫婦喧嘩でお父さんの目が泳いでてもそうかなって、はい、それ最後ないかやりみたいな話をしてましたけど、お父さんの目を魚で例えたら最高に天才ですね。それはちょっと笑いが分かるお子さんだったりしますけど。さあじゃあここからはですね、はい、実際にこの簡単なベビーサインご紹介いただきたいと思います。はい、ラジオの前でも皆さん、簡単にできるんですが、はい、ちょっとこう。詳しい動きをご覧になりたいという方、はい、番組ホームページの YouTube ライブ、はい、JF ハローワールドチャンネルでチェックできます、はい、では武田さんお願いします。僕はねまず一番最初に覚えてもらいたいのは、はい、おっぱいのサインなんですけども、これ重要ですね。子供が一番最初に生まれた時に要求する一番最初のものはおっぱいですから、はい、これね牛の乳搾りから来てるんですけども、うん、こうおっぱいって手をね握るだけのこの動きで、これだけで、はい、だからね赤ちゃんが泣いてる時にイクメンブームなんでお父さんが俺が泣き止ましてやるよって取り上げた時に子供がおっぱいってやってくれたら、ええ、あ俺じゃ無理なんだって分かるじゃん、もうすぐ分かる、はい、なのにお父さんずっとねーって言ってやってたらもう大惨事だ。そうなんですよ、ええ、このねおっぱいっていうサインこれ一番最初にね覚えさせてあげてほしいですね。これ長嶋茂雄さんじゃないですよね、いやって違います違いますよ親指は立てなくていい、ちょっと芸人の僕よかボケるのやめてください。いやありがたいです、僕も今日真面目にしなきゃいけないんでね。なるほどね、おっぱいねこう手を握るだけなんでお子さんもやりやすいんで、なるほど。これ1歳過ぎて卒乳したっていう方はこのおっぱいを牛乳とかミルクとかって覚えさせてあげるといいと思うんですよね、はい、もうおっぱいじゃなくなるんで、はいはいはい、そう言って覚えさせてください、うんうんうん、続いてもっとっていう離乳食もっと欲しいとかいう時に手をこう両手をつぼめてですねトントンと指先を当てる、これもっとのサインでございます。もっとのサイン、だもっとご飯食べたいよっていう、もっとこれね子供繰り返しが好きなんで、あ例えば絵本読んだ後にまだ泣いてる時とか、はい、もっと読んでほしいとかもっとってやる時あるんで、もっとっていうのを覚えさせてもらいたいです ね、 ね、なるほど、はい、欲するっていうのをね、そうです、欲する、欲する、はい、あとですねこれ可愛いんですけど美味しい、ほっぺたに手をねこう当てるだけのこの美味しいっていうサインなんですけども、うん、美味しい、これ美味しいっていうの子供がやってるとすっごい可愛いですから ね、 ね、お母さんも料理作りがいがあると思いますし、なるほど、なんかほっぺにこう手を当てて美味しい、はい、あと意外と離乳食始まった時の子供って、はい、あのミルク以外を初めて食べるんで、うん、偏食な子が多いんですよ最初はね、ちょっとこう食べられない、はい、その時にどれが美味しくて、うんうん、どれがまずいのかっていうのが分かると、このね、ご飯食べてくれないって言って困ってるお母さんにいいと思うんですけど、美味しいものがこれって分かってくれたらそればっかりあげててもいいと思うんですよね。なるほどね、やっぱり体重が心配ですから。そうですよね、はい、まあ、あの大きくなればもうちょっといろんな説明をしながら食育することもできますけど、はい、最初はとりあえずすくすく育ってもらわないといけない、食べてもらいたいんでわけですからね、はい、この美味しいっていうサイン、はい、うん、ね、覚えてもらいたいです ね、 いいですね。これもうイタリアに行くとこうボーノになるみたいな感じ で、 ね、 でもやっぱりなんかこうこの辺ほっぺたのあたりをなんかうんってやりたくなるっていうのは本能的にある、はい、でも本当にイタリア憧れの家族の方、ボーノで教えてもいいですよ、美味しいよ。あ、なるほど。ベビーサインって一応決まってますが、各家で例えばおしっこのことしっこって言ったりチッチって言ったり、ああ、なるほど、バラバラじゃないですか、各家で作っちゃっていいですから。なんか教えてないのにもう子供から先に自分でサイン作るお子さんもいるじゃないですか。あ、いますね。僕知ってるお子さんとかおしっこ食べるとまずこう目カッと見開いて、はい、ってやって、あの今行くよ来るよさんのお腹をポンポン叩くみたいに右手をこう上下に、はい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 、あ、見るわ、はい、見るんですけど、あれは今うまいっつってんだろうなとかって。だから各家庭でそれをもう美味しいっていうサインにしちゃってもいいです。あ、なるほど。じゃあ、はい、先になんかお子さんがそういうのを見せてたらうまくそれをサインに取り入れたりとかっていうのもそうなんですよ。なんか押し付けが一番良くないんで。なるほどなるほど。なんか自然にこう、はい、美味しいをそれで表現してるお子さんにはわざわざあの手のひらをほっぺに当てるっていうサインで美味しいにしなくてもいいです。なるほど、はい、それはちょっと少しずつ変化も、はい、そこはもう各家庭で楽しんでください。わかりました。じゃあ僕は今ディレクターにあるサインを出して、はい、ディレクター気づくかどうか、はい、ね、はい、どういうことですか。これ曲かけろっていうサインだよ。わかんないですよ。美味しいのかなと思っちゃった。ちょっといじっちゃう。いやでも面白いですよね、はい、で意外となんか僕あの午後3時過ぎ の、はい、あのこう主婦の集まりみたいになってる時に、はい、最初子供を見てるんですけどだんだんこう会話に熱中しだして、はい、子供に気づかないお母さん、はい、なる時のあのベビーカーにそのままなんていうんですかこう忘れ去られてるお子さん同士のなんか、はい、なんか会話も始まってるような気がして、はい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 、あの時になんか面白い動きするのお子さんあれを見るのがすごい好きなんですよね。多分子供同士ってなんかの会話でやってますよね。よくあの CM とかでね、はい、実よくこう会話してるシーンみたいな、はい、こう言葉当ててみたいなあるんですけど、
あれとは違うんでしょうけど、でも何らかのあれもコミュニケーション取ってるなって感じすごいするんですよね。だからなんかママ友なんかが集まって子供だけで遊んでる時、一個のおもちゃしか渡さない場合、多分貸してどうぞみたいな会話なんかやってるんですよ。ありますよね。そう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 。不思議ですよね。不思議ですよね。あるわ。面白い。意外とこう、まあ、自分で本当面倒見る側に回ったら、はい、そういう余裕がなかなか持てなくなっちゃうっていうのは現実なのかもしれないんですけど。はい、僕ら関係ないとやっぱこう見てると面白いからどうしても子供見ちゃうんですよ。そうすると何らかのやっぱそういうのがいろいろ兆候としては出てますよね。動きのパターンみたいな。いや子供ってやっぱ面白いですね、うん、こう見えてんだとか、うんうん、もううち2歳なんで喋り始めてるんですけど、はい、例えばこういう丸い蛍光灯見たらテントウムシさんとかいますもんね。もう蛍光灯とし丸い蛍光灯としてしかこっちは見てないからそう思ってますけど、ま、なんかでもその結びつけてるなんかが丸いのとなんかあるんでしょうね。理由がそう見えてるんでしょうね。あ面白いわ。なんですなんです大体その言葉覚えたんみたいなのもありますね。ありますもんね、はい、さりげなく親御さんがちょっと発した一言が妙に残ってたりとか、はい、まあ、テレビとかもあるのかもしれませんけどね。でどこで覚えたくっせっていうの覚えちゃってパパくっせっていうのそう多分こっちが嫌がる反応が好きなんでしょうね。あもうちょっとそういうなんかこの顔すんのが面白いみたいな、はい、面白いな。もう感覚的なんだろうな。でもなそういうのってあとうちで言うとあの鬼とか一つ嫌いなものを作っておくといいじゃないですか。うん、あちょっとその話は後でまた、はい。はい、ちょっと懐かしい名前ですね。 The Five Stair Steps で Ooh Child お届けいたしました。Hello World、この時間はゲストに日本人男性初のベビーサインアドバイザー武人さんね、いろいろとお話をお伺いしております、はい、よろしくお願いします。知らないお子さんのね面白い部分がこの曲の間にもいろいろまだね実は聞いてたんですけど、また後ほど、はい、いろいろ教えていただきたいと思います。さあそしてこの後はお知らせを挟んで、さまざまなビジネスマンを迎えて仕事に関するお話を伺いながら、今世の中で求められている人物像をリサーチします。ワーキングヒーローをお届けします。別コーナーになりますので、はい、数分ほど、はいはい、じゃあ一回、あ、はい、ちょっと短いですけど、もしまたお呼びしたらちょっとご休憩いただきまして、俺って、あ、俺入ったか。この間までまだ入ってないナビゲーターっているんですかねって言われて、俺っつって言ってたんですけワーキングヒーローのお時間でございます。J-Wave Hello World。今輝いている企業にフォーカスです。で、今日ピックアップするのは株式会社サイバーエージェント。ね。IT 業界を走り続けるサイバーエージェントとはどんな会社なのか。ね。みんなもこう、アメブロブログアップなんていう方もね、たくさんいらっしゃると思いますけど、いろんなことやってる会社です。はい。今日と明日改めて探っていこうということなんですけど、お話をお聞きいたしますのはハロワにもご出演していただきましたこの方です。広報ご担当の増下紗友さんです。よろしくお願いします。太郎さんこんばんは。お久しぶりです。サイバーエージェントの増下です。サイバーエージェントはアメーバを中心としたメディア事業、あとはスマートフォンゲーム、
を中心としたゲーム事業、ベンチャー企業などに投資をする投資事業の主に大きく3つの事業を営んでいます。社員数は現在2860名、渋谷の道玄坂に7つの拠点を持ってオフィスが点在しているような形です。社員の平均年齢は 30.4 歳です。サイバーエージェントは1998年に設立をして現在17年目を迎えている会社です。で、昨年2013年度の売上高で1600億円を超える規模に成長しております。で、今ですとその1600億円の売上のうちの900億円ぐらいをスマートフォン関連で作っているようなスマートフォン企業にシフトをしています。スマートフォンと一口に言ってももちろん皆さんが普段使っているような SNS のコミュニティサービスであったり、あとはゲーム関連であったりといったサービス部門についても会員数を軒並み伸ばしております。アメーバに関してはスマートフォンの会員が1000万人を超えているような状況です。はいね、いろんなウェブサービスからやっぱり現在はスマートフォンのね、事業というものが非常に多いということなんですけど、まさに今月からですね、サイバーエージェントは新たな社員制度が実は導入されたようです。その制度とは今夜の番組のテーマキッズハローワールドにもちょっと関連する興味深い制度のようですよ。当社が5月から新しく導入する女性社員支援の新制度マカロンというものがあります。で、これはママになっても CA サイバーエージェントでロング長く働くというところからマカロンという名称になっております。で、特徴としては妊活休暇や妊活コンシェルなどまだ妊娠をする前の女性社員でも利用しやすいような制度を用意しています。また出産後ママの社員に対してもキッズ在宅、在宅勤務であったりキッズデイ休暇といってお子さんの入園式や遠足などの日に会社の休暇を取れるようなキッズデイ休暇というようなものを用意しています。もともと弊社の代表取締役社長の藤田からもっと女性に長く腰を据えて働くようにしてほしいっていう発案が元にはなっているんですけれども、そのお題を受けて当社の本当に女性社員であったりママ社員がこういう制度が欲しいという声を集めて制度化しました。女性ならいずれどこかで抱える悩みになると思うんですけれども、そういったこう人にはなかなか相談しにくいところも会社がケアしてくれるっていう、そういったことも安心して長く働けるように整えてくれているっていうのは非常にありがたいなと思います。なるほど、マシモさんありがとうございますね。やっぱりまあ仕事をする女性であり母親でありという部分でちゃんと私生活の中でお子さんをちゃんとね面倒見させてもらえるというか、そういうところに理解があるからこそまた一生懸命にね打ち込んで仕事できるっていうところもありますしね。お母さんのやっぱ一働く女性としての精神状態をねまずいい状態に、ケアしてもらえるってことすごく大事ですよね。にしてもマカロンっていうネーミングはねまたこれか素敵ですよね、こういったところにも会社のなんていうんですかセンスっていうかそういうものも感じたりもしますけど、現在サイバーエージェントの社員の男女比およそ7対3ということですね。先ほどあったように平均年齢 30.4 歳、このマカロンの制度の導入によってさらに女性社員の数がですね、勤続年数が増え会社にとっても新たなパワーが期待できるんではないかということなんですね。そしてサイバーエージェントでは今月から新卒採用の一部追加募集が行われております。募集する職種はテクノロジーコース、これはエンジニア技術職ですね、デザインコース、ウェブデザイナー職、ビジネスコースの3つのコースです。ぜひ男子学生はもちろんですけど女子学生の皆さんも自分のやりたいことと未来を応援してくれるこの会社エントリーしてみていかがですか。 Working Hero 明日もサイバーエージェントにフォーカスです。お楽しみに。
メッセージも来ているのでこちらを置いておきます。はい、あ、次どうぞお願いします。すいません、お願いします、お願いします。次からですね、はい、ちょっとこちら聞いていただきます。はい、最後お知らせを。はい、お子さん2歳ですと、はい、夜とかどんなサイクルなんですか。サイクル起きたりとか。あ、結構寝れるようになる、寝力がついたのか8時間ぐらい寝れるようになるんじゃない。ああ、そうなんですか。ああ、じゃあもう最後のミルクなりを飲んで。そうですね、もうご飯食べて9時ぐらいから朝6時ぐらいまで寝ますね。あ、それでしたら比較的もう逆にこの時間帯俺が帰ってこない方が帰ってきた音で起きちゃうからせっかく寝かしつけなのにみたいに言われるんで。なるほど、そこをまたもうこれでもやっぱりあれですね、あのママサインアドバイザーもこれ、はい、そうですね、もう協会まず設立した方がいいですね。 ね、あ、でも9時ぐらいにお子さん寝てくれるとまあちょっとその後のね、あの ゆっくりというか、そうですね、夜のね少し時間もありますね、時間もあって、はい、ほぼほぼ同じサイクルで、はい、それ一番いいですよねやっぱりね。だ僕とサイクル違うんで、あ、僕の仕事と。なるほど、そこはやっぱりまあでもお母さんとはね、お母さんとは一緒に、ね、過ごせるんで。そうですよね、はい、じゃあもう今日帰んないとそういうわけにいかない今日は帰朝まで帰っちゃダメですね逆にねいや、しょ、いやもう帰っちゃいけないから帰んなかったんだよなんつってそれはそれで怖そうですよねバッツのナンバーで Wait White お届けいたしました。Hello World。 今夜はキッズハローワールドです。パパママリスナーおすすめ、親子で行きたいいろんなスポット、トレンドだったり、そしてゲストは日本人男性初のベビーサインアドバイザーのタケトさんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。ね、お子さんをこう、はい、いろんなとこにやっぱ連れてったりとかもう今のうちからされるんですか。そうですね、うん、2歳になってミッキーマウスを認識したんで、この前ディズニーランド連れてきましたよしたらもうやっぱり他のキャラクター見たらサイズがテレビで見てるのと違うから絶対怖いってなってたんですけど、あ、大きいからね、はい、実際に行ったらね、ミッキーマウスだけはもうミッキーさんミッキーさんっつって、なんでだろう、大丈夫だった、もう本当に大丈夫でした。なんでなんでしょう、ミッキーはなんでなんでしょうね、特別なんですかね。でミートミッキー出たともうテンション上がりすぎてミッキーさんミッキーさんって走り回って、ええ、興奮状態がマックスを超えたのかゲロ吐いちゃって調子悪くなって3時には家にいましたね夕方あの何でしょうね、子供のあの感覚なんか想像抑えきれなかったでしょうね、テンションでなんかこうふわっとなっちゃったんでしょうね、嬉しすぎたんでしょうね。それでもあのちょっと遺伝あるんじゃないですか、あの初の我が子の心臓を聞いただけで吐きはしませんけど、あの倒れそうになるお父さんと何か近い、はい、興奮しすぎちゃったっていう DNA ですかねその DNA は引き継がないでほしかったですけどね。いやでもちょっと本当に興奮しすぎちゃったんでしょうね、はい、今まで以上にない喜びの、ね、やっぱ不思議ですよね、感受性がお子さんの方が
そうなんですよ、強いから僕たちの思ってるよりもっとすごいエネルギーが働いてるっていうのはありますよね、はい、だから子供に、まあ、芸人なんで芸人仲間の熊田正史を見せた時に、はい、ハゲてるおじさんを初めて見たと思うんですよ。めっちゃ泣いちゃってまさかあの格好してたわけじゃない、ね、あの格好です、ブルマに、あの格好ですか、ランニングのめっちゃ泣いちゃって、そっからスーパー行ってグレープフルーツとか丸いツルツルしたもの見たら泣くようになっちゃったんですよかわいそうしばらくちょっと時間かかるかもしれませんけど ね不思議ですよね、だから子供って、ね、なんか想像力はね、はい、どんな風にこう豊かすぎるんでしょうね、うん、そうなんですよね、はい、さあじゃあここは大丈夫だと思います、はい、もう一つここでですね、はい、あの親子で訪れたいハローおすすめのスポットをご紹介したいと思います、はい、こちらです、ロッテシティホテル錦糸町コアラのマーチルーム、ね、まあ、たまには贅沢してお子さんがね夢の一夜を過ごすホテルに宿泊してみるのはいかがでしょうかということで、スカイツリーのそばです、ロッテシティホテル錦糸町のコアラのマーチルーム、ね、ここはもう部屋に入るとコアラのマーチの世界が広がっておりますと、なぜこのような部屋が誕生したのか、ロッテシティホテル錦糸町の小井沼ひろ子さんにお話をお伺いしました。どうぞ。備品や寝具などお部屋全体をコアラのキャラクターで囲まれた、夢いっぱいのお部屋で、お子様はもちろん大人の方からも可愛いと好評のお部屋でございます。寝具や壁紙、カーテンもそうですが、アメニティやトイレットペーパーもコアラのマーチのキャラクターでできております。家族の方が多いですが、カップルですとか、女性同士のお客様もご予約いただいております。お子様はすごく喜んでいて、ぬいぐるみも持って帰りたいと喜んでいただいております。クッションは販売しているんですが、コアラのマーチの大きいぬいぐるみですとか、タオル、トイレットペーパーなどは販売していないのでレアなものになります。はいはい、ね、これすごいでしょ、ありとあらゆるもの、はい、これすごいでしょ、すごいですね、ありとあらゆるものがコアラのマーチって、これいいですね、やっぱ子供ってぬいぐるみと一緒に寝たいっていうかキャラクターと一緒に寝たいですから、うん、うちの子もあのミッキーさんと寝るとかワンワンと寝るとか、でもこの前びっくりしたのがキュウリさんと寝るって言って、えちょっと待って、キュウリさん野菜室からキュウリ持ってきてくれって言ってなんどっかでこうキュウリがキャラクターっぽく見えただからもう野菜っていう概念がないんですよ子供には。ああまだないですね、はい、だからもうあれの形が可愛いからあれと寝てもいいでしょってことなんですよ。なるほど、だからこういうなんかその中のお部屋に入れて寝れるって本当幸せでしょうね子供からしたら。これはでもお子さんだけじゃなくて、はい、結構コアラのマーチ好きとかね、あそうですね、ない意味で大人だけで泊まってもね、いいじゃないですか、いいですよね、トイレットペーパーまでコアラのマーチってレアってね、販売してないっていう、ね、徹底っぷりですからね。でもそんなレアなものでお尻を拭かなきゃいけないですけどねちょっとそこはねもったいないですよね、躊躇しそうになりますけどね。ただあのクッションが、はい、あの色といいこう質感の雰囲気がもうクッキーでっかくなっちゃったみたいな感じですから、はい本当ですね、このクッションはいいな、これこれは確かこれでも中切った時に茶色い綿が入っててくれないと嫌ですねそこまでこだわっててほしいですよね、これまあ実際に切ることはないだろうけど、まあ、万が一切れちゃった時には中に茶色い綿、はい、実はここまでこだわってるんですとか、まさかそうじゃないですかね、まさかひょっとして、あと眉毛があるね、はいはい、コアラとかその、ねうんうんうん、ラッキーコアラがあるとか、はいはいはい、ちょっとね、あってほしいですよ ね。いやもうやっぱり夢っていうのはこう限りがないからね、はい、広がりますよね。いいですね、はい、武田さんこういうお部屋にあの親子で宿泊するなんつうのはいかがでしょう。これいいですね、この部屋の中自体がアミューズメントになってるのって、うん、すげえいいと思うんですよね。外行って遊びに行くだけじゃなくてもうすでに、はい、ただいまっつってもうその日泊まるお部屋自体が、はい、いいですよね、だからこの中で遊べるから、うん、あの親の目の届く範囲で子供が遊ぶから安全ですし、帰りとかでもバイバイしたくないみたいな感じになりそうで、そうですよ ね、こちらも今こう、はい、あの普通でいうホテルのこう椅子にね、はい、もうコアラのマーチが座ってたりとかするんで、本当ですよ、帰りお別れするのがあれだから連れて帰るっていうと、はい、あの別料金でねパパお願いしますみたいなね買わなきゃいけないですかね、まあ、それも一つのサービスかもしれませんけど、はい、でもいいですね本当に、ね、アメニティとか全部がコアラのマーチってことは歯磨きが嫌いなお子さんとかにもいいかもしれないですよね。なるほど、はい、あらこれねこれいいですよ、嫌いちょっとなんか苦手なものとか、はい、あの普段関心持ってないものもこういうことで関心を持てるっていうね、はい、このホテルのルールとしてよくわかんないですけどアメニティは持って帰ってもいいんですかね。アメニティはいいんじゃないですか、ね、じゃあこれもう最高ですね、だけどタオルとか持って帰りそうとするそういうねそれはダメですもんね、はい、人も中にはいらっしゃるんじゃないかなっていう感じもしますけどね、はい、はい。さあということで、武人さんとそろそろお別れということなんですけど、はい、
ベビーサインを学べる講座っていうのをおやりになってるということで、はいはい、これはですね吉本幕張イオンモール劇場というところで、はい、定期的に開催してますんで、ベビーサイン以外もベビーダンスの教室もあったり、 あとキッズヨガの教室だったり、はい、あと6月に親子限定お笑いライブっていうのをやろうと思ってるんです。意外となんか子供が泣き叫ぶから連れていけないとか、はい、あのトイレの出入り自由とか普通の寄席をやるんですけど、ええ、お子様向けなものをやろうと思ってます、ね、なるほど、全く聞いてなくて、はい、お子さんが騒いでてもそこはそこで頑張るっていう、お子さんが舞台上がってきてもいいっていう、あ、いいです、自由ですね、何でもいいっていう、うん、でもあの普通のお笑いライブみたいにネタを何組かやって、はい、やってトークコーナーあってっていう寄席をやろうと思ってるんでなるほど、あの詳しくは吉本幕張4モール劇場で検索してください、はい、チェックしてください、はい、ということでございまして、今夜のハローワールドゲストは竹人さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。面白い、ありがとうございます、すいません、ありがとうございました。番組のブログに写真を撮らせていただきます、はい、ありがとうございます。あれまた、ね、子供だけ全然関係ないところでこうなんかあるじゃないですか、はい、笑いますよね、なぜかその動きが面白かったみたいな、ブログ用の写真を撮ってください。すいません、お願いします。なんかあの僕も来たらちょっと同じですけど、 ありがとうございます。ちょうどこの T シャツも持ってるんです。あ、本当ですか。それまたすごい。じゃあお願いします。はい。はい、お。もう一回いきます、ね。はい、あ、ぶれちゃう。ぶれちゃう。じゃあ終わった時に。と、はい。はい、チーズ。はい、これで大丈夫。大丈夫です。はい、すいません。こんな感じで、あ、僕は大丈夫です、もうチェックなく、はい、ありがとうございました、どうも、すいません、ありがとうございました、どうも、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございました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 、離れ組のナンバーです。家族の風景をお届けしました。この後お知らせを挟んで日本赤十字社学研 The Reason Why のお時間です。ナビゲーターは南沢奈緒さん。
少ない？本当ですか？いや、大丈夫。絶対やっぱジェダイに見えるな。俺は来たら暑いね、これは。俺の場所が寒いんですか？そこが？あ、冷房が俺にいつも冷たくするんだ。あ、そうなんだ。今度位置変わる？俺と。俺そっち喋ってこようぜ。めちゃめちゃ寒いですよ。え？俺にはちょうどいいかもしれない。お送りした曲はラナ・デル・レイのナンバーでウェスコースでした。はい、というわけでございまして、 DJ 太郎ナビゲートの J-WAVE ハローワールド、そろそろお別れのお時間ですけど、でもね、皆さんからこうおすすめの場所ね、いただいたんですけど、一番送ってくれた方、ノンさんっていう方ですけどね、足立区には足立区はすごいこう子育てにはいい場所ですよっていうね、まああれですよね、やっぱりこう自治体とね一緒にこう作り上げていくね、やっぱりこうお子さんに優しい環境っていうのもすごく大事ですよね。その他もいろいろとメールでもいただきました。八王子の亀之助さん、子供と行きたい場所、上野国立科学博物館です。恐竜から宇宙まで、ミクロからマクロまでね、
もうお子さんの夢と興味すべてここに詰まってると言っても過言ではないんでしょうね。あとお金がかからなくて楽しいのは自動車メーカーのディーラー店、やっぱりあるんですね。でもね、車屋さんに行くと多分あのゆっくり商談できるようなあのキッズスペースみたいなのがね、やっぱりどこ行っても車屋さんあったりとかしますからね、ディーラーいいのかもしれないですね。はい、というわけでたくさんのメッセージもいただきましてありがとうございます。そして明日のお話しましょう。明日木曜日のハローワールドはセレブクッキー食べてみたい、日本初上陸を果たしたセレブが愛するクッキーのお味とは。食べた方がいいですね。最近食べたクッキーっていうとあのミスター伊藤のバタクッキーですね。ドンキに行って久々に見つけちゃって、うわこれ俺大好きなんですけど、なんでミスター伊藤っていうんだろうと思いながらこう手に思わず取ってね、夜のちょっとこうささやか楽しみなんですけど、はい。そしてこの後も Keep on listening to JAB でお楽しみください、The Bodies の Roy and Mercy のナビゲートラジペディアへと続きます。テーマは夢と現実どっちが大事、わということでございました。はい、ということで今回は DJ タロでした。皆さんとまた明日、バイバイ。クロスをやろうっつって、そういえばやってないんですよ。やってない。上から具体的な指示が出ないんで、明日からもう勝手にやることにします、はい、僕は明日から。もう聞いてるからね、ちょうどね。そうですね、俺がもう5秒前まで喋っちゃうから。はい、番宣、はーい、はーい。お、テレレレレテレレレ。なんで学研リズワイの BGM をやってたんだろうか、僕は今。なんか口ずさんでましたね。はい。なんでだか分かんないですけどね、なんか口ずさんじゃってましたね。あのこう何ですか、あのリードのメロディーをね、あれ一応こうウェッサイでも使われてるリードの音なんですけど曲調によって全然違う。はい、わかりました。どうも、ナイストゥーミーチュー、 J-WAVE ハローワールド DJ 太郎です。今夜は僕の持ち込み企画、今押さえておくべき美味しいお肉はこれだ、とっておきのお肉がいただけるお店ドーンとご紹介しちゃいます。食い倒れレポートは必聴、聞いてるだけで食欲をそそる J-WAVE ハローワールド、今夜10時から肉、 J-WAVE ハローワールド、この後10時から肉。ちょっと期待感触りました、ありがとうございます。そうです、来週5月14日のね、放送の今日取材行ってきたんですけど、かなりディープインパクトなお肉、いろいろディープインパクトなお肉はですね、 DPM ディープディープインパクトミートで、かなりですね、あの楽しんでいただけると思うんですけど、ぜひ女子にも行ってほしいお店とかね、カップルで行って、あの別にシチュエーション関係ないんですけど、まあ、肉的にね、あのいろいろなお肉用意しておりますんで、一つどうぞ楽しみに。さあ、じゃあ、今夜この辺でお別れです。皆さんとはまた明日。お疲れさん。バイバイ。